次に田村貴明君。委員長。田村君。日本共産党の田村貴明です。除草剤 245T の山中への埋設問題について質問します。 245T はベトナム戦争の時に米軍が枯葉剤として使用したものです。猛毒です。日本では除草剤として使われていましたけれども、これが禁止になって政府は日本の山の中に埋設をしました。自治体からはですね、その撤去を求める声が長年続いていました。私もこの間、国会質問において、除去と無害化処理を求めてまいりました。そうした中で、林野庁は去年の11月25日から3月11日にかけて、掘削処理の手法について、4か所のモデル箇所で調査委託事業を行ってきました。2月の私の質問の答弁に対して、埋設除草剤の撤去を念頭において取り組んでまいりたいとされていましたけれども、調査結果が出されました。この結果を受けて、これからどうされるのでしょうか、お答えください。金子農林水産大臣。埋設物の撤去を行うためには、ダイオキシン類の飛散等を起きないよう、慎重に作業する必要があることから、令和3年度には4か所のモデル箇所において、安全に資料を採集して、成分や濃度を分析し、周囲に飛散させずに、掘削処理する方法について、コスト面も含めた技術的な調査検討を行ってきたところであります。この結果、安全に掘削処理する手法等が確認されましたので、令和4年度には4か所のモデル箇所のうち、埋設物等の成分濃度の分析が必要な3か所で、ボーリングによる資料採集に着手する、モデル箇所以外でも、埋物周辺での水質調査を実施するなど、住民の方々の不安軽減に向けまして、埋設除草剤の撤去を念頭において取り組む予定であります。はい、田村貴明君。はい、地中で安定した状態のまま保全管理することが適切とされてきた方針が撤去して無害化処理に、変わっていく、これをぜひ着実に進めていただきたいと思います。その理由としてですね、災害リスクの高まりを林野庁挙げてまいりました。災害待ってくれません。気候危機、豪雨災害は毎年のように列島を襲っています。46箇所の埋設地の除去と無害化処理についてのロードマップはいつまでに作られる予定でしょうか。該当自治体や住民に対する説明はどうやって知らされるのか。それから林野庁長官、1点確認ですけれども、この作業において自治体の負担はありませんよね。確認をしておきたいと思います。いかがでしょうか。委員長。林野庁長官。お答え申し上げます。昭和40年代245T 系除草剤につきましては、除草剤として使われており、農薬登録もされていたということでございますけれども、薬剤に微量に含まれるダイオキシン類による人体への再帰性発現の可能性が提起されたということで、昭和46年4月に使用中止をし、未使用剤を国有林で、埋設処理を実施しました。これは国有林が持っていたものについて国有林に埋設処理をしたということでございます。埋設処理にあたりましては、薬剤とセメントと土に混ぜて、大臣答えました。固形化し、国有林や林内の地下1メートル以下、崩壊の恐れがある場所を避けて埋設をいたしました。それ質問してません。ロードマップ、はい、飛ばして、しかしながら、これ、昭和46年に埋設して50年間、いいって言ってる、ちょっと発言は挙手して言ってください。途中で安定した状態にあると考えられますため、現状においては埋設箇所への立ち入り禁止、および土壌かく乱行為の禁止措置や、年2回の定期点検等、保全管理をしっかり行っているところでございます。委員長。埋設は崩壊の恐れのある箇所などを避けて行っておりますが、
一箇所あたりの埋設量や埋設地の状況等は様々であり、また質問に答えてください、林野庁長官。現在含まれているダイオキシン類の濃度も明らかになっていないと。このため、今年度実施する予定のモデル箇所の取り組みで、埋設物に含まれるダイオキシン類の濃度や、処理に向けたコストの目安なども明らかになってくるので、この取り組みで得られた知見を生かし、それぞれの箇所の災害リスクや周辺の土地利用の状況、コストなどを踏まえて、どういう優先順位で対応していくのか、今後検討していく考えでございます。自治体に対しましては、今後の予定などを丁寧に説明するとともに、必要に応じて水質などの調査を行い、住民の方々の不安の軽減に努めてまいります。今の現時点で、自治体に、経済的な負担を求めることは考えておりません。委員長、ちょっと議事進行上問題ですよ、はい、大臣がね、46箇所の山中について除去をやっていくと、明確な答弁があって、そのロードマップはどうするんですかと、自治体負担はあるんですかと聞いたのに、なんでその昭和40年代からの経過をたらたら述べるんですか。これね、聞いてないよ、そういうこと。そういう答弁はやめてくださいと、聞かれたことに答えてください。ところでですね、245T の埋設箇所というのは46箇所だけなんでしょうか。長野県の大滝村の山中に埋められている話が地元で語り継がれています。旧大滝営林署の元職員からの話を伺いました。1980年代、上司から245T を大滝村の山に埋めたと教えられた。ビニールの土のうのようなものに入った流材をそのまま林道のそばに4トンの林道保線用トラクターショベルで穴を掘って土をかぶせて埋めたとのことであります。30年以上の前のことで文書なども残っていませんけれども、営林署の元職員の証言であり、内容もリアルであり、場所も特定されて分かっていると。46箇所以外にもこういう埋設があったのかどうか、これは事実確認を行うべきだと思いますけれども、端的に答えてください、長官。安房林野庁長官。ご指摘の長野県の大滝村の件でございます。昨日先生の方から初めて私どもお話を伺いましたけれども、それで、そのようなことがあるのかというのを確認をし始めておりますが、これまでのところ、245TK 除草剤を大滝村に埋設をしたという記録は確認できておりません。はい、田村貴明君。まあ、これまでのところというのは、昨日の今日の話なんでね、でこうした情報とか指摘が、ね、あったときには、決してうやむやにしていけないと思います。これはそういう経過があったんです。命に関わることですから、こうしたことについてはしっかりと事実確認をしていただきたい、必要ならば調査をし、追加発掘のですね、無害化処理の対象に加えていただきたいと、強く要請しておきたいと思います。続いて、資料等の高騰問題について質問します。昨日、岸田首相が原油価格、物価高騰等総合緊急対策を打ち出しました。そこで聞きます。世界の小麦の輸出量の3割を占めるロシア、ウクライナの小麦が止まったことによって、取引価格が暴騰しました。4月1日から政府売り渡し価格も5銘柄平均で 17.3% 値上げとなっています。この 17.3% の値上げというのは、業者や国民にとってどのぐらいの負担増になるんでしょうか。輸入小麦の政府売り渡し価格を据え置いた場合の欠損額の試算で説明をしていただきたいと思います。額だけで結構です。枚方農産局長。お答えいたします。令和4年4月期の政府売り渡し価格について、仮に委員ご指摘のように令和3年10月期から引き上げせずに据え置き、輸入量を前期の6ヶ月間と同じと仮定した場合、17.3% 引き下げた場合に比べて欠損すると見込まれる額につきましては、まあ、機械的に試算しますと約222億円となります。はい、田村貴明君。この222億円というですね、経済負担はつまり国民が負うということになるわけであります。で、今度の総合緊急対策がこの負担に見合う対策になっているのかと、まあ、ここが問われてまいります。対策では輸入小麦から国産
の小麦や米や米粉、国産小麦への切り替えを進めるとしていますけれども、まあ、具体的にはこれをどうやってやっていくのかお答えいただきたいと思います。大臣いかがですか。枚方農産局長、大臣手を挙げた。大臣、金子農林水産大臣。国産小麦については近年、外国産と比較して引けを取らない、単種や品質の高い品種の開発や普及とともに排水対策などの栽培技術の導入が進んだことから生産の拡大が進んできました。一方で小麦の収量や品質は天候の影響によりまして年産変動を大きく、収量、品質面での安定化が求められています。このため、昨日決定された原油価格・物価高騰総合緊急対策では、収量・品質の高位安定化のための作付け団地化や営農技術の導入等への支援、裏先による生産拡大への支援、豊作時の保管経由への支援等を実施することによりまして、国産小麦の生産拡大を図っていくことといたしております。はい、田村隆明局長、今度の、ね、対策は、小麦の自給率向上につながるものなんでしょうか。どうですか。枚方農産局長。お答えいたします。今、大臣申し上げたとおりですね、小麦につきましては、現在、その作付け面積の拡大、これが急務になっております。今回の緊急対策におきましてですね、今年の秋から作付けられる小麦についてはですね、生産の拡大、これが見込めるような内容になっているというふうに考えております。はい、田村隆明。配合飼料についても伺います。群馬県で約2万頭の豚を使用する畜産農家からですね、こういうリアルな数字が伺いました。配合飼料価格安定基金の契約数量が7000トンで契約されています。で補填金が5900万円です。ところが1年間でですね、1億7111万円飼料代が上がったので、コストアップ分が1年間で1億1211万円だったということなんですよね。でこの、今度の、異常基金、補填基金によって、政府が積み増しをすると言ってるんですけれども、これ、政府積み増ししても、飼料メーカーと、折半ですよね、メーカーは積立金を、まあ、コストとして捉えて、販売価格に上乗せをするのではないでしょうか、まあ、これは当たり前です、この制度はそれをどうやって防いでいるんでしょうか。森畜産局長。お答えいたします。配合飼料メーカーの収益が配合飼料を販売した結果生じているということでございますので、農業者が購入される配合飼料の代金にメーカー積立金に充てられる分が含まれるということも言えますので、まあ、ご指摘のような、まあ、受け止めというものはあり得るというふうに考えております。まあ、一方で農業者と飼料メーカー間の実際の取引価格につきましてはその購入ロット配合割合等によりまちまちでありまして一律あるいは一方的に積み立て負担が価格に上乗せされているということも考えにくいのではないかと思っております。また配合飼料メーカーからはメーカーの積み立て金についてはこの利益の中からこの捻出を経営努力によって利益の中から捻出しているという話も聞いたことがございます。まあ、実際例えばあるメーカーの決算書類を拝見しますとこの積み立てを行わなかった四半期と積み立てを行った四半期を比べますと営業利益率が下落をしているといったような状況もあるようでございます。いずれにしましても、まあ、両社が平時から一定金額を基金に積み立てまして、まあ、原料価格の高騰時に補填を行います現行制度は配合飼料価格の激変を緩和することによりまして配合飼料メーカーと農業者の双方にメリットが生じている中で、まあ、既に半世紀以上にわたって継続的に機能しているというふうに承知しております。はい、田村隆明とは言いつつですね、緊急事態ですよね、もう急騰ですよね、もう信じられないぐらい価格が上がっているわけですよね。
大臣、最後にですね、お願いも含めてお尋ねしますけれども、政府のですね、打ち出した対策は緩和なんですよね。これ緩和ではやっぱり間に合わない事態になってるんじゃないでしょうか、ね、で自由民主党に対して養豚協会からもですね、農家の負担を極力なくしてほしいという要望が上がっています。それ緩和じゃなくて実質ちゃんと補填すると、そういう姿勢で政策を打ち出していただきたいと思いますけれども、いかがですか。金子農林水産大臣。配合飼料価格の上昇に対しましては、配合飼料価格安定制度により補填を行い、畜産経営の影響を緩和しています。現在穀物の国際相場が不安定な動きをしている中で、本制度の安定的な運用を確保することが緊急の課題となっています。このため昨日関係閣僚会議において決定されました、コロナ禍における原油価格物価高騰総合対策緊急対策におきまして、廃業主導の価格高騰対策として、基金の積み増し等により、価格高騰の畜産経営への影響を緩和する旨が盛り込まれたところであります。また高い、飼料価格が長期間継続する場合においての言及がありましたが、そうした事態への対応といたしましては、地区種ごとの経営安定対策におきまして、飼料費等の変動を反映される仕組みとなっており、これらを合わせて畜産農家を支援してまいりたいと思います。終わります。次に